平野のり平野のりは、平安時代末期の平家一門の武将。平野り森の次男。平野清盛の老いである。署名は、国左官。平家物語では、数々の合戦において、武勲を挙げ、たびたびの合戦で一度の不覚も取ったことはない。王城一の号泣聖兵といわれる、平家随一の猛将であり。 源の義経の宿敵主的存在として描かれている。宮古落後、大勢にある平家の中で、一人気を吐き、水島の戦い、六家ド下戦八島の戦いで奮戦して、源氏を苦しめた。最後は、壇の裏の戦いの敗戦の中散々に戦い、源の義経に組みかかろうとするが、発想飛びで、逃げられ、大男二人を締め抱えて、海に飛び込んで死んだ。 ただし、鎌倉幕府編参書の、あず鏡では、のりつねはさほど目立たない武将で、一の谷の戦いで、甲斐、源氏の一族である、安田義貞の軍に打ち取られ、京都で獄門になっている。一方で、玉葉、第五座通時期などの別の資料では、一の谷生存説もあり、猛将であったことを含め、のりつねの実像については、不明な点が多い。口述の通り、 平家の落ちとして、徳島県、伊屋地方を開拓したのは、のりつねであるという説さえも存在する。また四国、九州に伝わる、河童の妖怪会護前は、のりつねの妻、もしくは母親の化身だと言われていい。のりつねの経緯は主に軍記物語の平家物語によって記述されている。ただし、平家物語は、軍記物語なので、必ずしも全てが史実とは限らない。 自称三年、1179年、野戸守二任官。玉葉の要は元年、1181年9月11日の記事に、ノリツが雪森と共に、北陸道追悼の副将軍として下校するとの伝文がある。実際にはノリツは、北陸の戦いには参していない。ノリツが、平家物語に最初に登場するのは、樹英二年。 1183年5月に、栗から峠の戦い、篠原の戦いで、源義仲に連敗した平家が急ぎ慶の守りを固める場面で、兄の道森と共に2 0 0余家を率いて宇治橋を警護している。結局、同年7月に平家は、宮古地市、のも一門と共に、これに従った。同年うるう10月、義仲は、 佐抜国屋島の平家の本営を攻略すべく足利、カが、ノ大館、総大将とする軍を進発させ、備中国水島で、都会の準備をさせた。平家法は大手、正面の平友森、重平、絡めての道森、ノリら率いる兵士軍を迎撃に出した。迎撃に出撃した、ノリらは、ものども、北国の奴ら生取られては残念であろう。 さあ、味方の船を組めと大音声を上げて、船をつなぎ合わせて、板を渡して平坦にして、馬と共に押し渡る戦法で攻めかかり、乗り常は先頭に立って奮戦、源氏方の侍大将の運の幸弘を打ち取り、さらに、足利義長も、戦士、総大将の足利乗り清は、自ら船を沈めて自害した。平家方は大勝した、水島の戦い。 水島の敗戦という結果により、義仲による平気追悼は頓挫。これらも含めて義仲は各所の辛抱を失い、後白河法王とも対立して勢力を失い、離反も相次いだ。後、樹永三年、1184年正月に鎌倉の源の頼朝が派遣した、のりより、義常によって滅ぼされた。樹栄二年、1183年、 源氏同士の構想の間に平家は、摂津国福原まで再進出したが、西国各地では平家に背く動きが起きていた。平家の足元の四国でも阿波国、佐貴国の在庁官人が源氏に通じ、備前国下もついにいた、のりもり、道もり、のりつね不死の陣へ、平戦中予想で攻めかかった。のりつねは、ちぎりをたがえるとは許せん。一人残らず、打ち取れと、 小舟十艘を率いて出して打ち破った。四国の者たちは、淡路島へ逃れ、この地の源氏である、源義継、源頼中の子、義久、源頼方の皇太子をに城を構えて、対抗しようとしたが、平家は、のりつねらがこれを攻め、義継を打ち取り、義久を生け取り、背いた百三十四人を残首した。 伊予国の河野通信が源氏に寝返ったとの噂があり、平家は道森、のりつ兄弟にこれを打たせようとしたが、通信は秋国の沼田次郎と合流して沼田城に立てこもった。のりつらは八島を発して沼田城を攻め、沼田次郎は降参した。河野通信は伊予へ逃れた。淡路国の住人やまた高家が背き木船おにそうに、 兵糧と武具を積んで刑へ向かったので、乗り詰は小舟十艘で追撃して撃破し、忠景は泉国へ逃げ延びた。木の国の十人縁、変忠安が、天忠景に合流して助けたが、乗り詰はこれも打ち破り、二百四人を切り、忠安と忠景は刑へ逃亡した。河野通信が、文後国十人、薄着これたか。 尾形たこれよし兄弟と合流して2004人で美戦国へ渡り今城城に牢城した。のりずねは2000でこれを包囲し、さらに福原から遠平数千騎を得て攻め落とし、薄木、尾形、河野は逃亡した。これら一連の戦いを合わせて、六家度合戦という。このように、のりずねは大勢の兵家を支えるべく転戦した。樹影三年。 1184年2月4日、義仲を滅ぼした、のりより、義常が福原攻略に進発した。平家は福原周辺に防御陣を敷き、の常は兄の道森と共に山の手を守った。道森が妻を呼び寄せて、別れを惜しもうとすると、の常は、ここは、このの常が差し向けられるほどの最も危険な戦場ですぞ。そのような心がけでは、 物の役に立ちます前にとたしなめている。結局、二月七日に行われた、この、一の谷の戦いで平家は、致命的な大敗を喫して、一門の多くを失った。兄の道森と弟の成森はここで打ち死にしている。東鏡では、のりつもこの戦いで、安田義貞の軍に撃たれたとあり、同月十三日に討ち取られた他の一門の首と、 共にに刑で獄門されたとある。ところが、極用にはさらし首になった者たちのうちで、ノリツネについては生存の風文があることを示す。記述があり、第五雑事記などは、壇の裏の戦いで自害したとしている。一方で、東鏡の壇の裏の戦いの戦果報告の戦死者、古虜の中には、ノリツネの名はない。このために、一の谷の戦い後のノリツネについては、死亡説、 生存説があり、はっきりしない。元略2年、1185年2月、吉爪は、平家の本営さぬ帰国八島帰舟を仕掛けた。平家は、八島を捨てて、船で逃げ出すが、吉爪が意外な家兵として、激しい野戦となった。乗りずねは、船船には槍様があるものだというと、鎧一垂たたれを着ずに、軽装で戦い、見事な技で敵を用とし逃すことがなかった。 義経の老頭たちが主人を守ろうと矢表に立つが、そこを尻け、ザ子供というや、散々にいて十気を言い落とした。この時、欧州平泉から義経に従っていた、佐藤つ信が真っ先に矢表に立ち抜かれた。あ、ノリのわらべの菊尾丸が首を取ろうと走り寄るが、つ信の弟の中心がこれを追い落とす。菊尾丸は亡き兄道森に仕えていた十八歳の、 若者で、のりつねは、菊尾丸の死を一旦で戦をやめてしまった。平家は、八島を放棄し、とももりの守る長徳二彦島へ逃れた。義爪は水軍を編成して、彦島へ攻め寄せる。背後の九州はのりよりに制圧されており、すでに平家に、大路はなくなっていた。三月二十四日、原平最後の決戦である壇の裏の戦いが、行われた。序盤は、 船船に慣れた平家が優勢だったが、義経の水州、舵取りをいる奇作と阿波水軍の裏切りそして潮の流れが反転したことにより、平家の敗北は決定的になった。覚悟を決め、一門の者たちそして二位にと安徳、天皇が次々と受水する中で、のりねはなおも一人戦い続けた。散々に矢を射て、万道武者たちを用とし、矢が尽きれば、大立ち。 大なぎなたを左右の手に持って、敵を切りまくった。これを見たとももりは人を使いして、罪作りなことをするな、良き敵でもあるまいと伝えた。ならば、敵の大将と差し違えんと意を決した乗りつは、船から船へ乗り移り、敵をなぎ払いつつ、義常を探した。そして、ようやく義常の船を見つけて飛び移り、組みかからんとするが、義常はゆらりと飛び上がるや、 船から船へ発送彼方へ飛び去ってしまった。有名な義経の発送飛びである。早業では叶なわないと思った乗爪は、今はこれまでと覚悟を決め、その場で立ちをして、兜も脱ぎ捨てて仁王立ちし、さあ、我と思わん者は、組んできて、この乗爪を生け取りにせよ。鎌倉のよりともに言いたいことがあると大音声を上げた。兵たちは、恐れて誰も組みかかろうとはしなかった。 三十人力で知られた、土佐国十人、秋太郎と二郎の兄弟、そして同じく大力の老頭が、生取って、手柄にしようと三人で組みかかった。乗り詰ねは老頭を海へ蹴り落とすと、秋兄弟を左右の脇に抱えて、締め付け、貴様ら、死での山の友をせよというや、兄弟を抱えたまま海に飛び込んだ。去年二十六 以上は平家物語に記された、のりつねの最後であるが、徳島県、伊や地方の伝説ではのりつねは、壇の裏で死なず、伊やに落ち延びてその地で没死したと言われている。以下に、徳島県、高知県で信じられ、郷土市にも登場する、その後ののりつねについて略述する。安徳天皇ともども、百余家を引き連れたのりつねは、四国へ落ち延びた。もいとり村、 現在の香川県東香川市にしばらく潜伏した後、山を越えて、イヤさんの地に入ったノリツネは、なお、陽明の国盛と改めた。ノリツネはイヤを開拓して、お家再興を図ったものの、安徳天皇が9歳で報じたため、平家再興を断念し、イヤに土着。20年の後に没死したという。子孫は、朝生を称し、今も平家の赤旗を伝えているという。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。